関羽、私たちは確かに誤っていた。官職を捨てて矢に下ろう。兄者。うん。黙っておれば勝手なことをほざきおって、早くわしを下ろせ。罪なき農民をいたぶる悪役人だが、私にも情けはある。命だけは助けてやる。さらば。覚えておれ、ただではすまんぞ。選別だ。おまけだ。わしらはもう負けん。悪役人とはみんなで戦うつもりじゃ。豪傑、徳勇がどこへ早間を飛ばしたぞ。気をつけてね。ああ、いいか。巨大仲良くしろよ。うん。勇長老、お元気で。はい。一日も早く志の遂げられるよう祈っております。セイナー！豪傑、飲みすぎるだよ。ああ。さよなら。さよなら。兄じゃ。ちょっと水を汲んでまいります。俺おしっこ。お疲れのようだな、二人とも。いやあ、谷川で魚を見つけて追い回したもんで。雑魚ばっかり。河原に日干しにしていきました。玄徳は関羽と張飛を攻めはしなかった。同じ心で通じ合う義兄弟同士、官職よりも三人の契りは強かった。腐敗した官職の世界を捨てた玄徳たちの前に新たな未来が輝こうとしていた。